ちゃん、ばんちゃん、ばんちゃん、おお、ありがとうございます。お待ちどうさまお待ちどうさんです。こんばんは、トマトさん今日もほい、ありがとうございます。こんばんは、やっぴー、お疲れさんあ、こんばんは、やっほー。昨日地震来て団地の時ごめんなきゃって、あー姉ちゃんさん全然地震大丈夫でしたか。そうだよ、生きてますか皆さん生きてますか。アリサは全然生きてます。こんばんは。なんだその言い方、何爽やかな顔ですね。今日爽やかですか。梅雨に吹かれても大丈夫な女ですこんばんは。東京何も被害なかった、おーよかった。マリさんのとこも震度1だったもん、何も感じんかった震度1なんかわかんねえよ。握手ぶり、やっほー。こんばんは、こんばんは。これから塾に行きます。これから塾です。もう明日水曜日よね。明日水曜日だったらテストの2週間前でーす。やばいよね適当に頑張ってます。移動少女です。震度4で天に示されるかと思う、示される、ね、こう召される。また震度4とか多分ねえなったことないよ。おー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 震度4ってどんな感じ。今から塾か、ファイトだ、頑張ります。塾お疲れ様です、ありがとう。テスト2週間前同じだ。テスト2週間前早くなるんだ。今さっきテストやったくない、中間テスト。今度はもう休教科だし、やばいぞ。悪使いしばらく笑い全然いいですよ、暑そう次夏バージョンはね、ちょっとよろしくお願いします。こんばんは、ビッグエブさんもこんばんは。キッテシート届いた、おお、キッテシートありがとうございます。こけて立てなくなるぐらい、自転車壊れたらやば。金曜日からテストやばいじゃん明後日金曜、明日明後日、しあさってか、しあさってだ震度4のメモさんの荒ぶり運転ぐらい、あーなるほど、じゃあ毎日経験しとったわなんちって中間買うの決まって早すぎよね。あ、この前やったくない、この前返されたんだけどこの前テスト返されて、で多分昨日のんちゃんテストしたんよ。昨日テスト出てた。のんちゃん多分4回なんよね、テスト4回で、なんか季節が違うみたいな、ようわからんこと言っとったちょっと理解できんかったよくわかんなかった。テスト4回と5回って何が違うんやろ、なんでよくわからん。しかもなんか体育祭、あの総選挙の日にアリサは体育祭だったのに、のんちゃんとこうなんか合唱祭みたいな、逆らしいね。合唱祭は、合唱祭というか文化祭みたいなのは秋にあるのに、のんちゃんは合唱祭が今あって体育祭が冬にあるらしい、秋にあるらしいね。学校構成むずいね分からんかった。いいおでこしてますか今日もいい感じ。ご時間とありがとうございます。こんばんは。イベントかぶるのつらい、いやでもね、運動会ねもともと苦手なんだよねラッキーユーって感じです。ラッキーユーこんばんは、初見です。お、ありがとうございます。ラップしてます、ジュニマル、ラップジュニマルさんとプラスチックくんなんか名前癖が強すぎんラップジュニマルくんとプラスチックくん、ありがとうございます。 ST48 のミネシャリサです。よかったら右上のハートをポチッと押してルームフォローお願いします。ポチッと、よろしければルームフォローお願いします。
今何人になったかな。最近言ってたかった、てりん6144人。ありがとうございます。6144人、目標の7777人まではまだ遠いですけど、よかったらフォローお願いします。フォロー、わろた TKK さん、ありがとうございます。わろたピーパー、おお、ありがとうございます。遅れてしまいました、おでかかい。なにこれ、新商品、ちょっとファミリーなマートさんなんですけど、スイカ。もう一口飲んだ、まだ、ちょっと味見お願いします。ラップジョニマルくん、なになになに。ジョニマル、それ買おうとしてたやつ。あ、もう知ってる、みんなスイカスイカ。フォロワー数減ってるね、メモさ ん、フォロワー数減ってる、6144。え、わかんない。減ってるっけ、嘘。誰や。な、誰や。夏らしいフラッペやな。誰や。ちょっとじゃあスイカ味いただきますね。今フォローしました、ありがとう。何、いい人おるね。何、いい人おるね。フォロワー数減った、本当に。入れてくれる。フォロワー数減ったんだよ、めっちゃフォロワーが増えてた。ごめん、最近見てなかった。あと1500だって言ってた。あと1500だってことは6200ってこと。60人も減ったるってこと。誰や。誰やねん。もう毎日配信しすぎじゃけ、ちょっとうるさかったがね、通知が。朝7時からピンポーンって。じゃあいただきます、一口。なぜなこれは。おお、ありがとうございます。いただきます。スイカだ。あ、でもね、あれだよ、ミルク入れるじゃん、この中に。だけどあんまスイカカカカって感じじゃないけど、ミルクスイカって感じ。味がちょっと薄いミルクスイカ。ちょっと飲んでもいい、食レポお願いします。テンション高すぎ、ワロタンゴって言われた。そっちの方がおかしいだろ。ワロタンゴ。あ、誰や、知らんまに私がやってる。なんか鼻ぐるみ流れとる、誰。花が輪になる。あ、そうなん。新しいミュージカル選挙終わって初めて、もう拝見します。マッキーさん、ありがとうございます。ん、なんかスイカの種がチョコだ。え、スイカの種とかあったん。うん、そう、うん、やっほー。味ちょっと薄かったね。まあ私はやっぱり一押しはチョコですよ。うん、確かになんか、食レポできまへんな。下手くそだな、前髪パッツンは。もう待ってください、前髪パッツンにしてほしいで、めっちゃ書かれとった。すごいよね、みんな。何に、うん、スレとか。見たんですけど、めっちゃ書、ま、めっちゃ書いてくれてた、前髪下ろした方が可愛くなるって。それは待ってください、それは嬉しい。ちょっと革命を起こす時期があるので時期があるので。高校生になって革命を起こそう。それを狙ってるんだ。チョコしか勝たない。そう、チョコしか勝たない。こんにちは、シシザライオン。それしか見、ちょっと久しぶり、久しぶりというか初めてぐらい見たんですけど、50カウント加入ありがとうございます、カドくん。エビ中が好きなんや、ジュニマルさん。うん、私立エビ中学さん。フォーティエイトグループは曲が多すぎて分かりやすい。確かに、アリさん覚えるの必死です。前髪アリバージョンはね、そうあれなんです。みんな、うん、フォローしとくよ。そう、これまでフォローお願いします。前髪パッツン革命だって。パッツンまでいか。パッツン革命みたいに。え。面白い。うん、うん、で
スト結構できました。おお、お疲れ。前髪下ろす革命は高校生です。中学生はですね、サザエさん、サザエさんで印象つけようと思って頑張ります。中学生はサザエさんで、この写り方だったらハゲに見えるんだ。おい、誰がハゲやねん。前髪あったら激推しになるんだって。やっぱみんなそうだね。でもあんまりおでこ上げとる人おらんけ、まあ一応中学生の間は目立っとこう。高校生前髪上げるのはちょっとね、ちょっと痛いかもしれんけ。50巻の完了ありがとう。何言ってもそれなんだ。実写版来たサザエさん、50巻の完了ありがとうございます。わかめや、確かにビビアンさんわかめちゃんみたいな。わかめちゃん。前髪パツンしたら握手完売するの。チョコ美味しい。さすがもうチョコ一番、チョコがナンバーワン。チョコナンバーワン。おでこあった方が可愛いよ、まあ、今はね。中学生の間はまああんまりおらんじゃん。ST もそう、前髪こうやって垂れ下がっとる。さっきとかおるけど上にポンと上げとるの私だけ。それで目立とう。うん、これチョコよこれ。どこ、うわぁ本当だ、なんか種がめっちゃ。スイカの種がチョコ、スイカの種がチョコ。種どこや。チョコが入ってきてくれんよ。はい、チョコ食べれんかった。そう。どうしたのサトさん、おばんです。おばんです。またの。おばんです、またの。STU が小選挙で選抜争いするぐらい成長してほしいです。頑張ります、頑張ります。スイカ味美味しかった、パッツンあり。前髪変えないしね、ガン飛ばししてるね。ちょっと怖いですって言われた。なわけあるかい。よかったよかった。仕事始まるから、おーありがとう、またの。後で買ってくる、タコのやつ。ジョリマル誰やねんほんま。握手会に来い。ナイスおでこ。あ、スイカバーの味、確かにスイカバーの味するかもしれん。スイカバー食べたことがないけど分かんない。ない、うん。メモ係ハング、私も七夕配信するよ。みんな七夕配信ね、時間があれば。でもまだまだじゃない、あ、もうちょっとだ、うん、ある時にする。ん、時間がある時にみんなの願い事を聞こうじゃないか。そうだね、七夕までに考えとってくれい、お願い事を。メモ係頑張る時が来た。家族みーちゃん激推しさん、だるまありがとう。握手会行ったら多分行くで、ラッパーの格好するわね。いいやそれは楽しみ。カモンカモンカモン。ラッパーの格好するの女。そろそろアイさんに会いに来い、リュウ。七夕配信ね、ぜひ。願い事、1個だけ持ってこいよ。1個だけで。何個持ってくんなよ。去年ね、多すぎて。そう、もう一人で全部やれたんだけどね、もう間に合わなくなって、あー。
織姫だって、私は。恥ずかしい。川がいるじゃん。笑いすぎる。織姫？川がいるじゃん、川川。川なら家の前にあったわ。彦星は誰？彦星誰？メモニアか。メモニうん、短冊持ってくれって短冊持ってこい。どこへ短冊持ってこいよ。はい、お茶をちょっとあげます。おっす、パパトミーさん、やっほー。ちょっとラッパーの格好ってどうなんな。へいよよよよ、この格好ってどうなんだろう。ちょっとアリサレンでラッパーを披露してください。ラッパじゃない、ラップ、ラップを披露してください。なんて言えばいいやろ。キャラちゃん、花束ありがとうございます。感じ。へい。おお、きょうちゃんさん、あれも、ペンギンもありがとうございます。おお、じゃじゃーん、ハムチーズ。世界のアリちゃんになりますよね。世界のアリサだって。うわー、誰がハゲ食べたの。怒られるぞ。ごめん。怒られるぞ。真中に見えた？あれです。ブリトー。よい子だと。何やってんの、よい子だ。お前ちゃん、おい子だ。メモさんのせいだ。違うよ。つい口に出た。どこに行ってんの？ピンポン。学校のボサボサプニーのそのままです。こんばんは。はい、もうこれはんはん。こんばんは。ブリトは。うん。ナナのおじさん、ナナさんのだ。これね、ナナさんじゃないんだ。これファミリーなマートさんの。ナナさんのブリトーしか食べたことなかったけど、ファミリーなマートさんもいいね。あ、でも惜しい、チーズがとろけてない。ナナさんのやつはめっちゃチーズがとろけたんですけど。マジで？うん、チーズがとろけてない。もうちょっと温めるんじゃない、これ。温めが足りないんじゃないですか。ふん、なな、眉毛マロみたいって。マロ、マロってなんだ。なな、マロってマロ、おじゃる丸。ああ、あー、初めか。ウケる、ウケる、ウケる、それマロ。ちょっといけるわ、これ。すごいで、ハマりそう。誰がもサザエにマロに忙しいな。マロ、ね、急におかしくなった思い出して。眉毛マロどう。確かにオーディションの時はぶっちゃ太かったよね、眉毛。もう眉毛太すぎて、ね、そう。だって書いてあったもん、すでにも。眉毛を整えて、前髪をパッツンにしたら可愛いって書いてた。そりゃそうだな。うん。眉毛いい感じになったでしょ、でも。むっちゃ太かったもんね。ピンクの尺を持ってたって。マロです。ピンク。お前ね、ちょっとなんか、ないかな、ああいうこれが。
今の眉毛いい感じ。あ、でも今日はダメだな、ちょっとここら辺が薄いぞ。ちゃんと整えたよ。ちゃんと整えたよ。電ボはどこや。電ボ、電ボはミチじゃない？おじゃる丸様とか言ってるよね。電ボミチじゃない？おじゃる丸様みたいな。お団子似合うんじゃない？お団子？お団子。でで後ろも黒くて見えねえじゃねえか。似てる？似てた？おじゃる丸様、なんとかなんとか。尺を取り返してまろうみたいな。わかんねえ、地味に似てた。わらたんご。地味に似てた。おじゃる丸のコスプレないとね。確かに面白そう。サザエさんってどんなコスプレしたっけ。サザエのコスプレ、サザエはただエプロンつけただけか。おばちゃんみたいな格好してる。ひどい。地味に似てた。シャクを返すだっぴー。それや、ミズとアイちゃんでなんかそれやったらいいのに。マロ、うん、じゃあミズに今喋ってた。おじゃむるまるのコスプレ絶対無理があるので。そうだ。まあいつか探すね。なんで誰かつけて。どんな格好かかいね。誰かプレゼント待ってます。いやそれないと思う。多分ないもん。おじゃる丸のコスプレは何気に変な着物みたいな着とるや。あー確かに。最近の趣味はスニーカー集め。どうでもええわ。いいね。どんなスニーカーですか。いいおスニーカーありますかね。エアマックスやっぱり。20万円超えのスニーカーだって。やば、なんなんそれ。どんなの。20万うん、片一歩10万。アリサ1個でいいや。あーなんか帽子かぶってるね、おじゃる丸。青い青いなんか帽子かぶっとって、そっからプリンが出てくるよね。何これ。ウェイバーマックスプラスだって。ウェイバーウェイバーマックスプラスとか可愛い。ねえ高い。えウェイバーどこのメーカーやろ。ウェイバーウニてんてんってどうやって思うよ。ウェイバーどこのメーカー。それ日本のメーカーや。エアマックス。あ違う、それさっき言った。なんなん。マジするな。色が鮮やかになって。うん、この服夜になると光らんわ。光らんわ。光らんだよ。え、これ。いや、いいかも。いいよね。ムタロカーの傾向で。靴のサイズはね、23号で入らんかもしれない。そう、24。バカの大足なんです、ちびらない。そう、バカの大足すぎやって、ほんとに。あ、びっくりされるもん。写真撮影するとき、衣装さんとかにさ、靴22ぐらいだったっけって言われたら、24ですって。でかっ。恥ずかしいもん、だって。なのに、身長が伸びないという。そうなだからただのバカの大足だって。わかんない。分からん、中3になったら伸びるかもしれない。伸びんわな。3万ぐらいのナイキ。3万のナイキか。
っとずつ送ってどうやってやねん、つま先高く足のサイズまでサボヨだけでさ、サボヨでねえよ。足のみ成長したらね。それな。それそれな、足のみ成長してな、頭の中身とさ、成長してないからな。いやいやいや。それが私の悩みなんですよ。で刻んで持っていくだってやべえやべえ。こんばんは。20万、え、20万って言った今。うん、どんな靴なのそれ。え、20万って家買える？買えるわけないだろ買えんか20万の靴ってなんかおちょちょ履いて確かに。いやな、うんうん、やば、ウケる。靴を刻んで持っていくんで、あとは縫ってくださって自分でおい嘘でしょほら20万で見つけたらなんて考えてる。ない、だから頭がバカってきてんだよ本当に家って何万？200万。何千万だよ、何千万もするん。マジか。アイザの家は20万ぐらいかもしれないそうだな。アディダスのイージーブースト750って靴やな。うーん、アディダスなんだ。うーん、イージーブースト750スクショ調べて誰誰カロ君なんて言った、今 2,3 年で大きくより美しくなるよ。ならねえな、なればいいな。あと 2,3 年ですよね、やっぱり高2高3ぐらい。20万の家とか練り練り気でやつかなそうなんですよ、うちの家は練り消し、練り消し伸びるよ、ビヨーン自由自在。こんばんは、キヨピスさん。今日夜ご飯丸亀製麺だえ、もう夜ご飯食べたら早くね、うん、寝るまでに絶対お腹空いてアイス食べた方こんばんはいつも車の中にいるみたい。アリちゃんの家は車車なんです。車が生活しています。20万の家とかリカちゃん人形の家やばいリカちゃん人形の家ね、可愛いよ。リカちゃん人形の家、そうよ、サンタさんにもらったんじゃって
ミニオン式は練り串でできた車の家ってこと。そうですね。さすが。こんばんは、ヨシシさん。ケンジンさん、こんばんは。こんばんは。先ほど先生が最終的にラーメン。ん？人生。え？うん、なんや。頑張ろう。頑張ろう。うん。福岡のジロさん。キリンじゃなくてペンギン。ありがとうございます。間違えた。ハンタロンもありがとうございます。おでこ広いでしょ。じゃーん。天才のおでこ。天才おでこが広いよ。知ってる？知ってるけど、そうは思わん。結構ヘルシー。うん、いっぱい来た。アイスもタコもいいねもありがとうございます。始まるんだ。 HKT ビンゴって読むの？HKT ビンゴ？面白そう、見たい。心が広いって何？心臓がそうそうそうだね。心臓がそういうこと？心臓がでかいわけ？病気や。いやいやいや、心は広いです。瀬戸ビンゴ2が見たね。瀬戸ビンゴやりたい。広島じゃ放送ないの？嘘。広島じゃ放送ないの？ HKT ビンゴ。まあそれは博多の人だって。そっか。でも AKB が全国、うん、わーお。さすが。うん、関東ローカルって書いてたね。だって関東の人しか見ねんってこと。へえ。広島じゃけん。広島。鹿児島なんて AKB 見ることもできんの。鹿児島の皆さん、かわいそうだね。そういうこっちゃ。なるほど。うーん、なんかあれ見たよ。 AK ビンゴと、あ、 AK ビンゴがなんか HK ティンゴになるかみたいな争い。うーん、 HK ティンゴにする戦いをめぐってみたいなやつ見た。うーん、 YouTube でね。じゃあそれはサッシーさん出るってこと？いや、出てなかった。そうだね。なこみくさんが出てた。あ、なこみくさんね。やってたね。やってたやろ。天候がネットにしてもらうよ、確かに。鹿児島なんや、ジュニマルさん。鹿児島遠いですね。
広島とかいいやマジ。瀬戸ビンゴね。瀬戸ビンゴやりたいねまた。ママさんとアイちゃん二人で滑られて20くらいだけどだって。ジュニマル。鹿児島県のジュニマル。こんばんはてっちゃんさん。攻めてるわけじゃないよ。握手会ね来てくださいぜひ。岡山は大都会。東京の田舎なとかじゃん。何それ東京にも田舎があるの。おうバチさん広島焼き食べたいってアリサが腕を振るいます。広島焼き広島泣いていいですかだって泣くんだな。誰がジュニマル泣くんだな。ワンクールで終わればハトビンゴ2あるかも。ヘトビンゴ2やりたいよね。2になったら何？ MC が変わっちゃうの？それはない？広島焼き食べちょるで、待って食べちょるで、山口のこと食べちょるちょる山口の人ちょろちょろ言うよね。ちょろ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 。
コチップも美味しいって書いてある。美味しかった？うん。チョコだ。ぜひラッパな格好で握手来てください。そうだよ。鹿児島でラッパの格好して目立つやろ。うん。2回で覚えるから、いや3回で覚える。1回来て、ああありがとうございます、2回目来て、あれ誰でしたっけって3回目で完璧ですって感じ。なので3回以上はよろしくお願いします、来てくださいね。3回以上来てくれはったら完璧に覚えます。3回、2回目は多分忘れとるかもしれない。そっから3回目は覚えれる。カモあればいける。そうなんだ、とりあえず。なんつかっちゃう。瀬戸内巡りね、セカンドシングルが出たので、あ、まだ出てないけど決まったのであるかもしれない。あるかもしれない。3回かが3回。広島で握手会してほしい。確かに広島でまたやりたいですよね。次5回目覚えてないからかな、まゆ。そうですね、それの方が早いかもしれません。3回以上くらい頑張って通ったもんな。そうだね、普通にたくさん行きます。おー待ってます。中国地方で握手会もあるかもしれない。またセカンドシングルが出たので、僕たちは叩かないは NLP してます。おー、僕たちは戦わない、握手会行きたい、ぜひ。お待ちしてます。次の握手会はもう7月らしいね。6月中はもうない握手。ほうほう、次は7月です、待ってます。握手会はですね、押し増しを増やそうかなと思って、どうにかして。三好ありさはどうにか頑張って押し増しを増やそうと思って。そうなんです、押し増しでたくさん新しい方をたくさんアリサレーンにまあ引き寄せて、パワー、アリサパワーで前がスーッとスーッと引き寄せてですね、押し増しを増やしてですね、そう、いろんな方にたくさん来てもらって、そういろんな方が1枚ずつぐらい、まあ、ちょびっとずつ買ってもらえてですね、そっから完売を出せたらいいなって目標を立てました。どうでしょう。同じ方がいっぱいたくさん買ってくれるんじゃなくて、違う方が少しずつたくさん買ってくださって、それで完売を目指したいなと思って。どうでしょう、それ大事。うう、その方法でいきましょう。なのでまずは完売が出なくてもいいんです。押し増しでたくさん、押し増しをたくさん、押し増しをたくさん増やす、押し増しでたくさん来てもらおうと思って、その作戦で頑張ろうと思います。そうなの、うん、頑張ることにした。はい、自分もアピールで。そうなのです。なのでまだまだ完売は出なくてもいいんです。完売はまだ大丈夫です。大丈夫、負け惜しみじゃないの。何が何が、なんでもない、口を出すな。口を出すな。
まだ完売までいかなくても、押し増しでたくさんいろんな方にアリサレーンをに足を運んで遊んでもらおうと思います。そうだ、ショールームでたくさん配信しないと、うん、そうですね、負け惜しみなのか違うよ、うん、そんな口の気に入れそれだごめんなさい短冊に書こう、そうだね、短冊に書こう、お願い事だあ、どうしますけんでいくかそりゃだ、ちょっと券買ってくれコツコツと頑張ろう。どうしたらいいかな、そこだよね、そうだね、格好大事だよ、大事だよね、やっぱり格好大事よ、格好大事よね、そうよね、格好大事よ、何やってるそうなんやねうちの猫もこの配信を見てる、猫猫ありがとうおじゃる丸でいたら絶対行く。犬だろうが猫だろうが何だろうが。え、ゆいゆいさんは短冊に書いて叶ったんだって。わお。何叶ったの？願い事じゃない？願い事が叶った。大さんも去年願い事しなかったっけ？うん？忘れた。願い事を忘れるけ大したことはないんだろう。なんだかしたよ。なんかしたよ、ね。よし、みんなでラッパーの格好してこいそうだな、みんなラッパーの格好をしてきてください、それで呼び寄せよう。ラッパーの格好ってどんなんよ。確かに、どんなんなラッパーってうん今度あいつの結果を、やった、はるかさん待ってます。やっぱりね、歌とダンスだって、うんうん、それはそうだ、そこ基本、そこは基本ですよね。ズボン裾太い、なんでわかったん？なんでわかったんこれ？マルヒレッスン。ツイッター活用するとか、あ、個人のアカウントがね、そうないんですよ。メールしかできない。モバメールしかできない、うん、言われた枚数買いますなんて嘘、全然ちょびっとでいいです、ちょびっとでたくさん話しましょう。宣伝画像とか宣伝動画作ってみたら、なるほど、動画作るのうまいよ自分で言うのなんだけど、動画作るのうまいんだ。そう、のんちゃんにね、誕生日動画作ったんですけどね、むっちゃうまいなと思った自分で。でも誕生日の日に間違えてました。そう、お金だからなんだこりゃ、なんかカレンダーあるじゃん、カレンダーをパシャッと撮ってから作ったんね。そしたら、だって送るの12時に送ろうと思って11時ぐらいから作ったんやね。そして撮ったらさ、1日前じゃん、日にちがこれはミスったと思ったよもうミス、12時にならんとさ、日付にならんじゃん、そのでも、まあ、ミスったわ、あれは一番大事なとこ間違えたおめでとう君が生まれたこの日ってからね、カレンダーの指を刺しとったよね。そしたらね、日付が違うごめんマジでごめん、あれはおめでとう選挙まで、この日、うん、大事に、そうだね。カレーの総選挙に使ってくれ。20万の靴買うより。ランクイン。また来年よろしくお願いいたします。アリサの剣、おしましに使ったらダメですよ。どっか行くな。アリサの剣使わな。
それは罰だ。じゃあそういう意見もあるわ。そうだ。おしま試験って本当よ。アリサの件。アリサの件をどっかに使われたらどうなる？六大事件ちゃんと言うとかだよ。そうじゃね。え、なんて聞こえないだって、ジュニマル。おい。お。友達連れて行く？あとはアイちゃんがいかにつってファインする。了解。どんどん連れてきて、お友達を。こんばんは、チッチさん。チッチさん、こんばんは。七並べのガチャ我慢しよう。ありがとう。お菓子会楽しみ、待ってまーす。うん？他の県で行くの？他の県でアリさんのとこに来い。ノリ良くて好きやな、フォローさせてもらうわ。まだしなかったんかい。まだしなかったんかい、ジュニマル。まだしてなかったんかい。まだしてなかったんかい。変なコメントばっかり送ってきやがって。絶対喋っておくと思ってない。うん、今からフォローする。おもろいな。みんなフォローしましたか？うん、笑いすぎて腹筋がバキバキに割れそうだね。フォロー外した方ももう一度フォローをお願いします。フォロー外した方も何しょんねん。こんばんは。なかなかいかんなこれ。7777のフォロワーさんになったら公約があるんですよ。そう、その公約はですね、ミネオシアリサ初めての歌レッスン、超絶音痴な CD をお聞かせします。超絶音痴すぎる CD を皆さんに聞かそうという公約を作ったんですよ。超恥ずかしいよ。変なコメントとフォロー外すわ、ごめんなさい。すいませんでした。どうもすいません、ジュニマル。なんじゃそれ。51分、ほんとだ、あと6分で1時間更新する、だって。はい、更新しよう。はい。選挙のまんまじゃん。確かに。あ、確かに、そうか、選挙終わっても更新したらさ、そうだよ、レベルが上がるんか。ポイントがね、ルームレベルが上がるってこと。なるほど。これで1年頑張ろうじゃん。うん、なんかね、もうその選挙の時の癖がついてさ。うん、1時間やったら更新更新更新ってやったら、もうなんかね、どういうこと？カウントと星だけはもうなんか癖になってん。そうなん。それはすごいね。みんな頑張ろう。みんな星投げカウントもう終わった。まさか、さすがたこ焼きパーティー中。おー、いいね、たこ焼きパーティー中。 ずっとその癖でやるわ。そうだな、そうだ、すごいな、頑張ろう。みんなすごいな。偉いな。レベル232だ。おお、もっと頑張れ。そうだね。ショールームで頑張るしかない。ショールームをコツコツ毎日とちょこちょこコツコツ。ないあれや、高校生ぐらいになったらショールーム選抜にも選ばれたらいいね。うん、とりあえず配信時間を伸ばしたいな。9時とか10時とか。15歳でしょ。うん、まだまだや。今年で14だから、あと1年。あと1年待ってくれ。ちびいな。はい。でも私らの年から18でもう大人です。あと4年。こんな人が大人って呼ばれたら。もう今年で14になるから、あと4年。もう親には迷惑をかけないっていうことだっていうことは。了解です。更新はしない方がいいよ、だって。あ、そうなの。あ、どちらに、どちらもいい。どうして。どっちなんやねん。私は18。お、ふうかさんも18の年、同じだ。そう、アリサが18になった年から
18歳から大人だから、18になったら大人一発目、イエーイ。そんな喜んでそんな大人がおるわけないやん。なんで？もうちょっと本当に大人になって。そう、借金しない。借金か、了解。借金しちゃダメだよね。視聴者数が一旦ゼロになるだって。あ、それそうだ。うん。どっちがいいね。どっちがいいね。視聴者数がゼロになるのもと。でもルームそのままだったら、まあ、ちょっとは減るかもしれんけど。どうすればいい？ちょっとは誰かはどっちがいいですかね。視聴者数がゼロになるか、それとも。もう一回50カウントができてポイントがつくかってこと？難しいね。わかんない。更新したかったらしたらええやん。ですよね。軽いの。するわ。なるほど。イベント以外ではせん方がいいだって、はい、視聴者数が逃げる、はい、なるほど。自分の道は自分で決める。それそれ十二丸目。それが何歳で大人って言ってるやつだよ。もうあと4年で大人。注射かぶってます。
え、アリンコにつけとるやつ無理やり了解です。あ、で紹介したいお菓子もあるけ、それを持っていこう。あのネジのやつ、はい、ちょっとゴミ。はい、じゃあ、え、リュックとか置いといていい、うん、じゃあ、指配信します。ハートしてあるよ、ありがとう。アッツさんフォローした、お、みんなフォローしてくれて、アミさんも初見ありがとう。あ、ずっと人が帰ってきた。ちょっと受けるぞ。初見さんフォローお願いします。よかったら真っ暗な時に、今がチャンス。え、これは持っていこう。これは持っていこう。よいしょ、急げー。ちょうど1時間今星投げた、ありがとうございます。急げー。そうなのかい。急げー、急げー、急げんげんげん、急げん、急げん、急げんげんげん。よいしょっと。紹介したい。お、やっぴー。これとこれと。なにこのコロッケ、美味しそう。誰が作ったん。そんなことはいいか。行ってきまーす。ね、コロッケが置いてあった。コロッケ、コロッケ。あれ？あ、あった。よいしょっと。移動中。ちょっと待ってね。とりあえず着いたぞ。てれん。アリサワールドへようこそ。ちょっと待ってね。よいしょっと。とりあえず着きました、アリサワールドへようこそ。なにこれ、なんかどうしたんだ、これはゴミか。よいしょっと。まずですね、カーテンを閉めます。よいしょっと。カーテンを閉めて、カーテンを閉めて、なんか落ちてる、そこに置いて電気をつけます。よし、オッケー。よし、じゃあタブレットに切り替えます。今からちょっと待ってね、タブレットに切り替えよう。一旦切れるかもしれません、配信が。こっちで